これは1年前チコさんのお家を片付けた動画を一緒に見ています。いや、なんかごちゃごちゃしてない？すごくない？タッパーの数やだ、これなんなの？どう思う？これ見て、こんな持ってたっていうか。皆さんこんばんは、ユミです。今日は以前お片付けをしたチコさんのお家にやってまいりました。実は私、動画なんですが520本上げてるんですが、その人気動画の第7位なんです。その動画のリンクを概要欄に貼っておくので、ぜひご覧ください。それではチコさん、自己紹介お願いします。チコです。ちょうど1年前にユミさんにお片付けに来てもらったんですけれども、今回またさらにお片付けと、あとは夏仕様に模様替えしてもらうために来ていただきました。一番リバウンドしてなくて綺麗を保っているのがこのチコさんでした。チコさんは現在離婚をして一人暮らしです。ご家族が住んでいた頃の食器がそのままありました。それにしてもすごい量ですね。これをなんと1日で片付けたんですよ。そして今回夏仕様に模様替えをしました。ご覧ください、1年間綺麗を保たれていました。でもきっと使いにくいところがあったはずです。また使わないものも出てきたかもしれません。今回動線を見直します。そして夏になるので少しすっきりと模様替えをしていきます。プチ模様替えをする前の状態を皆様にご覧いただいてます。きっと不要品も出てくると思うし、優先順位を変えた方がいいものもあると思うので、中身を全部確認していきます。一度お片付けをする人、もう見直さない方がいます。1年に1回はぜひ見直してみてください。下に行って引き出しの中です。そしてシンク下の収納です。左端のガスコンロ下の収納です。一見問題がなさそうに見えるでしょう。でもこれから改善していきます。一人暮らしなのに結構多いですよね。コンビニでもらったフォークとかでちょっと取りづらくなっています。見直していきます。これさ、なんでこうピーラーマニアなの？これどうしてピーラーがこんなに必要なの？あったからとりあえず取ってる。一番使うのどれ？一つ残したらどうなの？それ残して、これ三軍、はい、三軍行き。あれ、なんか四つない？これ、ね、捨てるやつだ。捨てるやつ発見。じゃ、ちょっと待って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 、ここにもあるんだけど。これは2個セットだったんだよね、多分。これもついてきてるやつ。じゃあ1個ちょっと手放しませんか？1個手放す。はい、新しい方にするとか。これを。OK。これを。OK。ここはシンク下収納です。一見問題なさそうに見えるでしょ？いえ、入れ替えます。コンロ下の収納に布巾が入っていました。これをどかして場所を変えます。いっぱいいっぱいになっちゃってるからそこ。それもなんか使ってなさそうじゃない？それも使ってない。この中で使ってないの何？この中でもあんまり使わない。この中がキツキツでした。あまり使わないものは違う場所へ移動させましょう。この辺が3軍目。油吸水パッドがここに入ってました。これも場所を変えます。こちらは保留にするものです。上の方にしまいます。こちらもほとんど使わないものなので上の棚に収納します。使用頻度に合わせて置き場所を変えていくことがとても大切です。こちらはお洗濯やお掃除をするときに使うものです。キッチンにあったのでお風呂場の方に持っていきます。使わない大きなポットが入っていました。これは処分します。なになに？見して。うわ！
わない。全然使わないこのウェッジウッドは売ることにしました。収納の中にあったビニール袋は冷蔵庫の横にかかっていた網の袋に入れました。オーブンレンジの中の板はほとんど使わないので一番後ろに入れることにしました。マイナーチェンジではありますが、ちょこっと入れ替えています。レンジの上のカゴの中を見直します。空き瓶がありました。オールブランの食べかけを入れていきます。作業スペースを少しでも広く使いたいので、このブレンダーを上に置きました。これは使わないもう、はい、指定のとこに、はい。切ればここにポテトチップとか、うん、あ、お菓子ね。ボックスを一つ作りたい。ポテトチップを入れるボックスを作りたいということで、全部入れ替えてあっという間に夢を叶えちゃいました。あのほら、ポテトチップボックス夢を叶えました。これってここに入れるのが面倒だからここじゃないですか。大丈夫？じゃあ外してしゃもじを。これなら大丈夫、はい、入れてみて。これならできる、はい、外そっか。これ油がちょっと可愛いけど、ちょっとここじゃなくても外そう、はい、黄色いブラシはサッシをお掃除するためのものなんです。ここでなくてもいいので冷蔵庫の右横に移動しました。リビングにあったガラスの器をキッチンで多肉を入れて飾ることにしました。この袋の中には空になったペットボトルが入っていました。右横にずらしました。ポケットティッシュが収納の中に入っていました。これはすぐ使うそうなので、空いている缶の中に立てて入れました。ちょこっとですが見直しが完了しました。少しだけ中身変えさせていただいたんですけど、感想をお願いします。素敵にすっきりして、またさらに使いやすくなりました。本当にちょっとしたことなんですけど、しゃもじこれ以前どうしてもここにで、これ蓋も外したんですよね。蓋があるとやっぱり面倒くさくて、うん、こうなっちゃったので、うん、外してもらって、今度どうですか。こう入れられる。こっちの方が蓋はないけど、まだ衛生的ですよね。上の段はフェイクグリーンとかを飾りました。なんでかっていうと、チコさんが届きにくいということだったので、ここはあえて飾りだけにしました。ここに今回載せたんですけど、さっきまでこの下に置いてあったじゃないですか。あれなんでなんですか。この上に乗らないと思ってたので下だったんですけれども、はい、入れてみたら、お、入るそうなんですよ。思い込みってあるので、あとですね、あのこのミトン、あまり普段使わないものが手前だったので、
って、この後ろに目隠しして輪ゴムも置いています。使うカップとタイマーを手前にしました。それからこのオートミールたち、以前はそちらのオーブンレンジの上にあったんですけど、こちらに移動しました。今日は1年ぶりにお伺いして、プチ模様替えをさせていただきました。1年間、なんとかこう維持して、しようと思ってやってきたんですけれども、うんうん、さらにこうすっきりしてもらって、より使いやすくなったと思います。やだ、いろんなもの置いてるんだけど、すごくないこれ、覚えてる自分で。いやもう忘れてる。そうでしょ、忘れてる。その時は捨てたくないって思ってるかもしれないんですけど、手放しちゃうと案外忘れてるもんなんですよ。お片付けに終わりはありません。時々使わないものを見直してみてくださいね。そして優先順位なんかも考えてみてください。もっともっと使いやすいキッチンになると思います。今日も動画を最後までご覧いただきありがとうございます。この YouTube チャンネルではお片付けや収納、掃除、そしてミニマリストの方のインタビューなどを行っていきたいと思ってます。よろしければチャンネル登録お願いします。コメントは励みになるのでお待ちしてます。それではまた次の動画でお会いしましょう。マイスタイルユミでした。ありがとうございました。おやすみなさーい。